YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今日はマタイの福音書。 二十八節からの御言葉を皆さんと学びたいと思いますまず今日の聖書箇所をお読みいたします「疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい休ませてあげよう」これは聖書の中でも有名な本当によく引用される言葉ですこれはイエス様がおっしゃった言葉ですね さまざまな人生の重荷を背負って疲れてしまった人もういっぱいいっぱいだと感じている人は誰でもどんな境遇の人でも私のもとにいらっしゃい休ませてあげようなんて慰めに満ちた言葉哀れみに満ちた言葉でしょうかこの聖書の言葉が教会の外に掲げてあるのを見てあ教会に行ってみたいと思ったんです そういうふうにお聞きしたことがありますイエス様がこの言葉を通して疲れた人をご自分に招いてくださっていますでもこの言葉にはこう続きがあるんです「私は柔和で謙遜なものだから私のくびきを追い私に学びなさい」 そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。え、イエス様の元に来たら、ずっと休めるわけじゃないのあの、首びきを追うとか、荷は軽いとか、結局、休めるわけではないのと、私はこの御言葉を聞くときに、前半部分は、 いいんですけども後半部分はなんとなく踏み落ちないというかクエスチョンマークを覚えるような印象をずっと持っていましたイエス様の首輝きを追ってどんなことなんでしょうかまず首輝きというのは2匹の牛をつなぐための木でできた道具のことですでそこに荷車であったり 畑を耕す大きな隙をつけて牛に引っ張ってもらいます。この2匹の牛がくびきで繋がれている時には一方の牛の動きが全部もう一方の牛に伝わるんだそうです。ですので働きをするのにまだ慣れていない若い牛はベテランの牛と繋がれることでどのぐらいのスピードで歩いてどっちの方向に行って いつ歩き始めて、いつ立ち止まるのか、そういう一つ一つの動きをベテラン牛から全部学ぶんだそうです。私の首輝きを追い、私に学びなさいというイエス様のお言葉、それはつまり私たちがイエス様とつながって、イエス様がどう動き、働いておられるかを実体験しながら学ぶっていうことなんですよね。 これはイエス様ご自身がされていたことでした。イエス様はこの地上におられる間に様々な働きをされましたけれども、そのことについてこう言っておられるんです。リビングバイブルの訳ですが、子は自分からは何もできません。ただ父がしておられることを見て同じようにするだけです。父は子を愛して自分のすることは 何でも子に教えてくださるのです。ヨハネの福音書5章19節から20節の言葉です。イエス様は一体いつ父なる神様からこれをするように、次はあれをするようにと教えられていたんでしょうか。それは祈りを通してでした。イエス様はよく一人で祈りの時間をとっておられたと弟子たちが聖書に記録をしています。 その時にイエス様は一日あった出来事を父なる神様に話していたのではないでしょうか。お父さん、今日はこんな人がいてこんなことがあったんです。そして父なる神様からは、そうか、息子よ、よくやった。じゃあ明日はどこどこに行ってくれるかそこに行くとこういう人がいる。その人に声をかけてこういうふうにしてあげなさい。 私はずっと不思議だったんです。例えばあのベトザタという池に38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエス様はその人のところにスッと行って起き上がりなさいと声をかけて癒されました。でもその場所には目の見えない人、体の麻痺した人など具合の悪い人がもう大勢横たわっていたんです。 けれども、この時にイエス様が癒されたのは、その一人の男性だけ。他にも癒しを必要な人がたくさんいたのにです。でも、イエス様は、私は天の父が死なさいと言われたことだけを行うのだと言われます。それ以上でもなく、それ以下でもありません。 きっとそこに行った人たちは行ったんではないかと思うんです。私も癒してください。一人だけ癒すなんてずるい。私たちのことはどうでもいいんですかいろんなところから不平不満があったのではないかと思うんです。でも、イエス様ご自身は全くぶれません。子は自分からは何もできない。天の父が言われたことだけをするのだ。 もしそこで働きをしていたのが私たちだったらどうだったでしょうかああ確かに一人だけ癒やすなんて不公平ですよねそれだったら全部の人にそうしないとっていうふうに自分の分別とか自分の正義感が働くかもしれません人の嘆く声が耳に入ったら断ることに罪悪感を抱くでしょうか迷いと葛藤が生じるでしょうか もしかしたら自分が批判されたくないという保身も働くかもしれません。第一、私たちはそこまで父なる神様の願い、その指示というものを明確に受け取れているでしょうか理解できているでしょうかもしかしたら私たちが疲れ果ててしまうことの理由の一つに、やるべきことと しななくていいことの境界線がぐちゃぐちちゃゃになってしまっているっていいるとううことがないでしょうか神様に喜んでいただくことと人の評価を得るということの違いが根本的にち違うというそのことがわからなくなってしまっているということはないでしょうか第一コリントの10章13節にこういう御言葉があります。 神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはありません。私たちのこの体の筋肉も運動をしてある程度の負荷をかけないと衰えてしまうように私たちが人格的に成長するために形成されるために神様は試練を与えられます。 でも私たちがどれほどの試練に耐えられるのか神様はきちんとおもんばかってくださっているただ私たちの方で人の期待に応えなければとか自分の正義感とか自分のプライドから余分な重荷を背負い込んでしまって疲れ果ててしまっているということがあるかもしれませんイエス様は私は入話で 謙遜なものだから私のくびきを負い私に学びなさいと言われました聖書が教える入話で謙遜という品性は物腰柔らかくとか腰を低くしてというそういうことではありません聖書が言う品性は自分の力で物事を解決しようとするのではなくって 全知全能の神様に全面的により頼むその姿勢が入話であり謙遜なんだと教えていますですからそこには信仰的な決意また覚悟というものが必要になります神の御子でおられるイエス様でさえご自分を低くしてすべての点で父なる神様により頼む姿勢を取られました そういうイエス様がお働きをしたときに、ものすごい批判が飛んできました。ファリサイ派の人であったり、立法学者というお偉いさんたちからですね、えー、彼らはイエス様に言います。なぜあなたはそんなことをするのかなぜあなたはこれをしないのかあなたは何様のつもりか、まあ、何をイエス様がするにしても、常に文句が飛んできました。で皮肉なのは、 この宗教家たちが何よりもあがめる神様の命じておられることを、イエス様が一番忠実に行っていたのにということです。イエス様はぶれることなく、人の声ではなく、神様の命じておられることに忠実に従われました。入和で謙遜な方だからです。 私たちが生きているこれからの時代というのは父なる神様の御心に従うものと自分の考えに自分の腹に従うものとの間にますますギャップが生じてくるとことでしょうそういう中では批判や誹謗中傷をぶつけられることあなたはこうするべきなのにあなたはこれをしてはいけないのに そういった的外れのプレッシャーを負わされること、そういったことで疲れてしまうことが、ますます増えてくるんではないかと思います。そういう中で、今日の御言葉が、とても大事な原点の確認になります。疲れたもの、重荷を負うものは、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、 私の首引きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首引きは追いやすく、私のには軽いからである。礼拝に出るのは大事なことです。賛美を捧げ、見言葉を読み、祈りの時間を持つことも大事です。でもその中で、イエス様に学んでいるでしょうか 父なる神様がイエス様についてこのように言われました。これは私の愛する子。私の心にかなうもの。これに聞け。イエス様に聞くように。イエス様に聞くための時間。一緒に歩いて話す時間。イエス様の動きを感じ取る時間。そういう時間をぜひ取っていきたいと思うんです。 自分に、この人生に与えられている時間と活力で何をすることが神様の願いなのか、何が不必要なことなのか、神様の導きによってそういうまとえた生活ができたら、こんなに充実したことはありません。イエス様といつも共に歩く中で、 そのイエス様の表情が心に浮かぶほどの親しい関係性が築けたらそれはどんなに励みになりまた心安らぐこととなるでしょうかそのようなイエス様との関係性を私自身も求めていきたいと思いますし皆さんにもそうしていただけたらと心から願います一言お祈りさせていただきます 手の父なる神様、まずあなたの真理の御言葉をありがとうございますえ。今日これを聞いてくださっている方々の中にも、今疲れ果ててしまっている方、もうその重荷に潰されそうだと思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。でも今日もイエス様はそういう方々に招きの声をかけてくださっていて、 私のもとに来なさい休ませてあげようと言ってくださることをまず心から感謝いたします神様イエス様はまことに柔和で謙遜なお方ですそしてそのイエス様に学ぶようにイエス様に聞くようにと全知全能のすべてを治めておられる神様が私たちに語っておられます イエス様に学ぶときに私たちは本当に何が必要なのかそして何がいらないものなのかそれを見極めていくことができますもし今私たちが余分なプレッシャーに苦しんでいたりこう人の期待に応えなければいけないというそういうものに惑わされているのでしたらどうぞイエス様の姿に 学ばせてください。どうぞこれからの1週間今までよりももっとイエス様と共に過ごす時間を持っていくことができるようにお一人お一人をどうぞ励ましてくださりまた共に過ごしてくださいますように心からお願いいたしますイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン。ありがとうございますどうぞ良い1週間を過ごしください